なんですかこれは。ポコポコ音がしてますね。おこれは自動採粉式コーヒー抽出システムを搭載したコーヒーメーカーです。自動採粉式、フラスコ内の水を沸騰させ気圧変化でコーヒーを抽出する採粉式の仕組みを自動化しています。コーヒーも吹き上がってましたよ。上部シリンダーの空気を抜くことで下から吸い上げてろ過と抽出を行っています。あ、不思議コーヒーですね。香りもいいし見た目も楽しいですね。化学実験なんかも水蒸気管を置くみたいですね。では入れてみましょうかね、はい、そこの真ん中のところに置いて、はい、このレバーをこちら側に引いてみてください、はいはい、あ、いい香り。レバーがちょっとレトロな感じでいいですね。そうですね。不思議コーヒーいただきます、はい、うん、あー美味しい。口の中に広がる豆の香り、これはもう専門店のコーヒーです。おうん、すっごい広がりますね、うん、コーヒー豆の香りが生きてます、うん、めちゃくちゃ飲みやすい、うん、僕ブラック飲めないんですよ。お、これは豆の華やかな風味を引き出すデュアルテンプブリューイングメソッド、これで抽出してるんですよね。デュアルメソッド、2段階温度抽出のことで、高温で蒸らし抽出を始めて、はい、後半で低温にすることで、はい、雑味を抑えた抽出をすることができるんですよね。なるほど、ごめんなさい、もう全然わかんないんですけれども、でも美味しいことには間違いないです。サイフォンってこだわりの専門店じゃないと飲めないイメージでした。これまで家庭では難しかったんですが、スチーム技術と熱制御技術、これで実現しました。まずはちょっと使い方をね教えましょうかね。はい、お願いします。ここにね、はい、コーヒーを入れてですよ、はい、2杯こう作りますんでね。でこれを本体にセットするんですね、はい、あ、そのまま。そうなんです。うん、簡単、楽しいです。気分に合わせて酸味と苦味が3段階、濃さも3段階、この組み合わせで選べます。いやー、こんなコンパクトな中にすごい技術が詰まってるんですね。では家電を、こちらの商品名を教えてください。メンテナンスも簡単で、はい、また上下シリンダー、揚水パイプが食洗機に対応してます。食洗機使えるのいいですね、はい、メンテナンスも楽だと毎朝飲みたくなりますね。でも今回も商品名は教えてもらえませんでした。